はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日はね、ヘアキャン飯っていう感じで、キャンプ道具を使って部屋の中でキャンプ飯作ってお昼いただこうかなと思って、動画を撮り始めました。まあアニメのヘアキャン とは全然関係ないんですけども、まあ部屋の中でねキャンプ飯作って食べようっていう、そういう動画です。では早速ね、これはエスビットさんのアルコールストーブとセットで買ったコッヘルクッカーですね。でこれがね、まあこれね蓋になってるやつ、これとあとこういう金属製のボールがぴったりこうスタッキングできるんで、これスノーピークさんのシエラカップ、こういうねボール、これ100均で買ったステンレスのボールですけども、これにこうぴったりスタッキングできるんで、これ便利なんでね。で中はこちらオプティマスのベガについてきた風防が、これねすっぽりこう入るんですよ、こんな感じで。で中に250の OD カーも入ってて、こんな感じでねスタッキングするんで、よいしょ、これがね便利なんですよ。ではちょっとね準備をしたいと思いますけども、これトランギアさんのなんか20センチのベースプレートとかってやつだったかな、見えるところに。でガスストーブはオプティマスのベガ、オプティマスのベガ、こういうねアウトドア用の折りたたみ式の、こう開くと足がね五徳が出てくるっていう、もうこれだけですよ。でさっきの OD 缶にこう取り付けてやれば、これで OK ですね。でちゃんと映ってるかな、さっきのこの風防、オプティマスについてきた風防、こうねまあ部屋の中でやってるんで風防はまあいらないんですけども、まあ一応キャンプ道具でやるっていうことで、これでね風防をつけて、でさっきのこのエスビットさんのコヘル、これでちょっとね作っていきたいと思います。こうで見えるかな。で今日は何を作るかっていうと、こちらこれこの間晩ご飯で食べた麻婆豆腐なんですけども残ってるんで、食べちゃわないともったいないんで、これで麻婆麺作って食べたいと思います。これをねラーメンの上に乗っけて麻婆麺にしたいと思います。でねラーメンはこの出前一丁用意してるんで、これでラーメン作って、これの上にさっきの麻婆豆腐を乗っけて食べたいと思います。でですねこれこのままだと冷たいんで温めなきゃいけないんで、まずまあお水これ 500cc 使うって書いてあるんですけども、私麺半玉使ってやるんで、でも毎回500入れちゃうか、ちょっと少なめにねお水入れて、でここにさっきのこうシエラカップに入れたままここにこう乗せて、でここ蓋します。これで火をつけてこうお湯をね沸かせばお湯の熱で温まるんじゃないかっていう作戦です。では新富士バーナーさんのスライド式のガストーチ、これ最近調子悪くてね
ちょっと一発でつくかな。じゃあちょっと火つけます。よいしょ、おー、ついたついた。これでね、お湯を沸かすついでに麻婆もこう温めるっていう、そういう作戦でやっていきたいと思います。お、沸いてきたみたいですね。蒸気が出てきました。よいしょ、熱いかな、大丈夫かな。おー、沸いてきましたね。ではここでラーメン手前一丁、これ半玉、私一玉だとちょっと多いんで半玉だけ入れて、でこれでまたね、よいしょ、これでまたこう乗っけて温めて3分かな、3分待ちたいと思います。ちょっと吹きこぼれてきちゃってるんで、わわわわわわ、もうこっちは温まったと思うんで大丈夫かな。もうこんな感じで、もうこんな感じで、あ、水が入っちゃって、ちょっと水が入っちゃいましたね。まあいいか、どうせ麺に入れるんで。もうこっちは温まったと思うんで、よいしょ、もうちょっとですね。あともう1分くらい時間あるんですけども、もういいかな。1分くらいすぐ経っちゃうんでね、準備してるうちに。じゃあここで火を止めて、よいしょ、粉末スープ、粉末スープを、粉末スープを入れて、でどうしよう、これ入れちゃおうかな。あ、これはユニフレームさんのなんだっけ、リゾットスプーン、見えるかな、ユニフレームさんのリゾットスプーン、このやつね。よいしょ、よくかき混ぜて、これをね乗っけていきます。沈んじゃうな。もう沈んじゃって見えないですね。で仕上げに、なんか調味油、これごま油かな、ごま油がついてるんで、香り付けのこれを、あ、こんな感じでちょっと軽く垂らして、これで麻婆麺完成です。こんな感じでどうでしょう。では、準備が整ったので早速食べていきたいと思います。もう麻婆沈んじゃって、もう、ではね、麺からいってみたいと思います。うん、おいしい、おいしい。あ、ごま油の香りがいいですね。麻婆沈んじゃって、うん、麻婆ちゃんと入ってますからね、これ沈んじゃってますけど、うん、ではね、サラダも今日は用意してるんで、サラダもいただきます。うん、
じゃあラーメンラーメンも食べていきます。やっぱ麺が半玉なんで沈んじゃうんですよね、具が。スープ美味しい。あ、これスープ。いちいちこうやって飲んでると大変なんだよ。シエラカップに注いで。よいしょ。でいただいた方が早いかな。ではサラダもまたいただいて、サラダ食べちゃいますね。サラダ食べ終わりました。ではラーメンの残りも、あ、ホタテ入ってます。ホタテ入りの麻婆にしたんでホタテ入ってます。わかるかな、ホタテ。もうスプーンで食べてもいいかな、リゾットスプーンで食べても。なかなかこうやって食べるのも楽しいっすね。今日外ね、お天気悪いんでね、家の中でキャンプ気分でご飯も食べるとちょっと気分転換にもなりますしね、いい感じですよ。ごまごまちょっとしたのがまだそこに残ってるんですけども、取れないんでね。このぐらいにしとこうかな。あとは動画取り終わってからね、あのおつゆ、捨てて中すくって食べようかなと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。あ、そうだ。ちょっと待ってください。これにおつゆを開けちゃえばいいか。そっとこう。おつゆだけこう開けて、おお、どうすかね、こんな感じでね、残るんでこれ食べちゃいますわ。もったいないですからね。見えてるかな。
これもう直接飲んじゃいます。うん、今度こそ、よいしょ、ごちそうさまでした。美味しかったです。今日はヘアキャン飯ということでね、部屋の中でキャンプ道具使ってね、ご飯作って食べるっていう動画でした。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また後でね、動画アップしたいと思いますのでよろしくお願いします。今日は出前一丁と残り物の麻婆豆腐を使って麻婆麺作っていただきました。では今日のところはこの辺で失礼させていただきたいと思います。